はい、どうも、僕です。ということで、今回も、ドラゴンクエストライバルズやっていきましょう。ということで、今回の敵は、背水の構え。ということで、今回は、皆さんに、邪険に扱われてきた、この背水の構えを、どうしても活躍させたいがために、このデッキを作ってみました。ということで、皆さん、背水の構え、なぜ弱いと言われているかわかりますか？そう、それは自分から HP を削ってしまうため、強いわけないじゃんって感じで思われているからなんですけども、実際使ってみると、そんなことはなく、むしろ、3ターン目4ターン目でシールドオーガや嘆きムーンを出せるという強力な動きができるということで非常に強力なデッキとなっております。ということで早速背水の構えの強さを皆さん見ていてください。レッツラゴー。よしやってこう。先行、そしてカードはシーゴーレムとエビルアップルということで、これは両方交換しましょうか。さあそして来るカードは排水来ました。そしてここでファーリス落ち、素晴らしいね。さあこれファーリスじゃあ割れて噛みすぎマジで、とりあえずロトの血を引くものを使います。でエンドを守る。まあありがたいんだけど、ただHP15 以下だとうんぬんかんぬんっていうカードが全然ないからマジで意味がないっていう頼む、なんかそこら辺来て、なんかなんたーカンターとかなんたーカンターとか来てほしいんだけど、とりあえずピッキー出します、戦うしますで、ここでエビルアップルを出してエンドを守る。まあ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 、まだね慌てる時間じゃございませんよということで、まあ、ファーリス王子とか出しまくって、で一旦ね様子見、そういうこと、そういうことだけど、君に関してはあんまり意味ない。15以下になっても15以下じゃなくても2ダメージ相手からしたら与えてるのと同じで、こっちからしたらもうだって15以下まで減らしてるわけだから、15以上の時よりもむしろ損しているっていうダメなんだよね君じゃ。違うの、もうちょいなんかさ、嘆きムーンとか盾魔人だっけとかいたじゃん、そういうの来い、そういうのよ僕が求めてるのは、そういうのよねえ、わかってんねえ。そうそうそう、この3コスで55で出せる、これが強いわけよね。皆さんわかります？この素晴らしさ。じゃあもうこれファーリス王子出さなくていいよね。2点ダメージ与えて、2点ダメージ与えて、ここで皆さんあえての背水の構え、そしてからの10点ダメージをあえて受けて嘆きムーン召喚、これがいいんですよね皆さん、これがやりたかった55。いや素晴らしい、マジでマジで見て、だって3ターン目で55を出してしまう、こんな男がかつていたでしょうか。さトゲコンボを、どうしようかな、稲妻雷光山とかあるけど、これ微妙だな。シンプルに王者救出でこいつ取ってファーリス王子出しちゃうのが一番安牌かな。さ小さな相棒を使っていきましたけど、皆さんそんなことより見るべきなのは左下この男55。いやもうね何度でも見ていられるさ、言霊使い、君はねちょっと微妙だね今に関しては。このなんて言うんだろうな、排水仲間に使う前に使いたかったさ稲妻雷光山、これはファーリス王子を出して王女救出使って2点5点でエンドを守る。安心しなさい、こんなに強い壁があるじゃないかあなた。さあこれで2点ダメージまずは除去でからのフェイスに2点ダメージ、さらにカードをラプソンドロー、まあ、ラプソンは HP 関係ないけどシンプルに強いでありがたい、そして5点ダメージ、あれれおかしいぞ、 HP が同じになっている、さらに多方ドラキ、いや本当に素晴らしい、マジでお前強すぎだろ、おいおいおい、やっぱ3ターン目でこいつを出せるのはなぜかって皆さんわかってるでしょ、皆まで言うなと、おい、あれあれあれなんだろう、さっきまであんなに強かったのになんか気づいたら弱くなってた。だけどファーリス王子が生存したんだったら OK です。さあこれは稲妻雷光山でまずこいつを取る、同時にこいつも取っていく、いいね、この1点ダメージがマジで強いで1点ダメージ与えてからのタホドラキーかな、一旦のタホドラキーで様子見、さあ何が来るかな、これは言霊使い交換しよっか。で、エンドを守る。これによってね、レッドサイクロンとか使いやすい。さらに大したことないじゃないか。温度を踊って、さらにヘルビースト。ヘルビーストに関しては、こういう魔王がいるのと、あとはね、HP15 以下だと魔王系を持ってきて、さらに1枚ドローできるっていうカードがあったんで、それでね、ヘルビーストと魔王系は採用しておりますと。さあ、いい感じだね。さあ、神様を出しましたけど、まあ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 。わしは神様んじゃな、しかしながらあなたは一瞬で死にます、死にます、あなたは一瞬にして、あでもねどうしようかな、
これどういう取り方が一番最善なんだろうか。嘆きムーン素晴らしい。これはとりあえず難しいな。待てよ、4コス6コスかって考えると、これはもうテンションアップで稲妻の加護を受けて3点ダメージで王女救出で除去ってからの嘆きムーンを召喚。やばすぎるマジで。これが皆さん排水の構えの真の力でございますよ。まあ、回復をね入れといた方が良かった説もあるんだけど、まあ、HP15 超えちゃったらめんどくさいんで、ちょっとね今回は不採用にしておりますと。さあこれで神様も倒してからの3点ダメージ、さらに嘆きムーンを3コストで召喚。これがもう本当に強い。さあ2点1点でだんだんとあなたの命は削られていく。大したことないじゃないか。温度また踊ります。排水の構え今はいりませんと。さあちょっと待ってください、一旦鼻かみます。あ、頼む、これはまずい、これちょっと待って待って、頼むお願い、嘆きムーン、おお、まあ、他方、まあ、まあ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 、ないより可愛いって感じだね、まあとりあえずこれはタオドラキーに普通に突っ込んでもらって、まあただこいつ言ってもゴーゴーですか、ここで大防御いいね、行きますか。さあまずはヘルビーストを召喚。これがまず魔王系がいることによってシンプルに強い男で、ここはラプソーン出しちゃっていいかな。ラプソーンを出して2点ダメージ与えて、まずはエンドと。いやいいね、やっぱり強い。結局あれあれあれ他方あれあ、今他方ドラキー攻撃しなかった、ごめん。まあ、でもそんなプレミオしても勝てちゃったら、それって実力本物じゃねっていう僕のいつもの決め台詞出ましたけど、それって実力本物じゃね出ましたんで、まあそういうことです結局。さあヒートギズモ、まあ全然 OK よ。さあこれでファーリス王子はやられてしまいましたが、もう全然ね、活躍はしてくれた。でこれであとは嘆きムーン、ヘルビースト、ここを取らない限りは正直ね、もうこの何四天王の最弱と最強みたいな状態なんで、さあこれ1点ダメージ残っていますので、毒アムシとか来ない限りは大丈夫と。さあいい感じだね。いや全然 OK 全然 OK。 ヘルビーストはやられましたけど、僕らには嘆きムーンがいる。これがさえこれさえいれば僕たちは無敵と言っても過言ではない。さあしかも僕らにはレッドサイクルもいますので、まあ、結構な確率で勝てたんじゃないでしょうか。さあワルボー全然 OK です。ドゥグ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 2点からのさらにテンションアップで3点ダメージ。対戦ありがとうございました。